野菜嫌いはどいつだ。野菜嫌いはどいつだ。こんにちは、今日はガシガシを採用した、多色クイーンメイデン構築を使っていこうと思うんやけども、まあクイーンメイデンの構築ね、結構今流行ってるんやけども、まあこういうアカシックサードとかね、こうなんか多色のカードはこうイレギュラーなカードが多いよね。まあアカシックサードに関しては、まあこのカード以外のクリーチャーを特殊召喚したり、まあガシガシのね能力によっては、このクリーチャーがバトルするときにバトルするクリーチャーを2体をそれぞれマナーゾーンに置くことができると。つまりこのカードは、まあ遊戯王カードでいう、まあグランモールみたいな感じですよね。まあ相手のクリーチャーと自分のクリーチャーを、それぞれマナーゾーンに置くと。で、マナーに置くっていうのが、まあ強いよね。で、今回その、まあ自然文明がね、多色しか入ってないので、その、まあ序盤にこのね、緑のカード、まあ緑のね、カードを、まあマナーゾーンに置くと、多色の緑のカードを置かないと、出せないということだけ留意しておくっていうのも必要性があるんやけども、やっぱりこの預言者クルトっていうね、デメリットなしの、まあ、1コストのクリーチャー、それからまあ最近この日輪のね、守護者ソルガーラも結構流行ってるけども、まあ結構その速攻デッキというものもね、新たな改革が見出されていて、で、ガチャックを採用していると。で、ヘルニアプラス、まあガチャック、このムーブ面白いよね。要はブロックされない能力で相手のシールドを殴って、ガチャックの効果で、相手のクリーチャーを一旦破壊すると。これもなかなか面白いコンボであると。ただまあ、ブロッカーがいること自体ね、そのガチャック発動しないので、相手プレイヤーがこうしてブロックされなかった時やからね、まあ、どちらにせよブロッカーというね、考え方はなしの方がいいと思うんやけども、で、シールドトリガーが11枚採用ということで、まあ、4分の1はね、まあ、シールドトリガーが来るということで、比較的ね、シールドトリガーが来やすいと。で、まあ、多分、無課金の方が作った構築やと思うんやけども、この雷光の使徒ミールが採用されていることによって、まあ、相手のクリーチャーをね、タップしながら、まあ、ヘルニアで上級クリーチャーを取ることだってできると。まあ一攫魚が入ってたりするのもね、第一弾からの面影があって、まあいいかなと思うんですけども、やっぱなんだかんだこのスパイラルスウェットフライダーに関しては第一弾からよく見るよね。で、まあ軽くデッキを紹介していくと、松ぼっくりが4枚採用、ソルガーラが3枚採用、スパイラルスウェットフライダーが3枚採用、脳みそが4枚採用、アカシックサードが4枚、雷光の使徒ミールが2枚、ガチャックが2枚採用、クイーンメイデンが4枚採用、霊長と水晶の庭園が2枚採用、ガシガシが2枚採用、一攫魚が2枚で、ホーリースパークおばさんが2枚。出直しなこの動き、見切れるかパーンが4枚採用、デーモンハンドが2枚と。で、まぁ、今回この硬直を使っていくんやけども、この動画がね、面白いなとかね、参考になったと思った方は、チャンネル登録と高評価ね、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくね。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。我から逃れることはできない。で、今回ね、このヘルニアとまあガチャックの相性というものをね、まあ、使っていく構築であるんやけども、まあ、圧倒的なる力をね、持ってると思うので、まあ、相手は力にね、名目上ひれ伏すことになると。で、やっぱこのクイーンメイデンというカードがね、進化がやっぱ強いよね。おー、小賢しいことしてくんな、いきなりお前。無駄な抵抗だということがまだわからないのか。自然文明のカードが今回ちょっと少ないっていうのが、多色しかないっていうのがちょっとね、あるんやけども、どういう風な感じでこいつをね、取っていくかって感じで、でよ。まあガチャックはな、結構使えそうな気はするんよね。ただ闇文明をどうするかってなるけど、まあでもちょっとここは入れ替えるか。まずは1枚目。私も2ターン目にクリーチャーカードを召喚するぜ。我から逃れる術はない。そして我から逃れる答えなどありはしないんだ。おー、このフォーチュンボー、水は剣にも鎧にもなる。これガツガツ詰められると相手にドローを与えるというにもじゃね、3枚間になるとドローされちゃうっていうデッキやね。だがこのゲームにはシールドトリガーがあるということを忘れてはならないのだ。まーずは1枚目。めげられるか、パーン
消えるんだ。さらに私は次のターンの足かせを狙うとしようじゃないか。ミールはちょっともういらなさそうな気がするよね。まあ、スパイラルスウェッシングフライダープラス、クルトを召喚すると。で、このクルトっていうカードがめちゃくちゃ強いよね。まずは1枚目。相手のロッコス以下のクリーチャー1枚を手札に戻すぜ。さらにヘルニアのノータリンを攻撃。ペーン。我から逃れる術があるとでも言うのか。さらにアクアサーファー攻撃。出直しな。ペーン。ちょっと自然文明がね多色が多いっていうのがちょクイーンメイドを出すにあたってちょっと難しい答えになるんやけど、まあ結構その自然文明の多色が来たらね、まあ、積極的にマナを置いていったらいいと思うんですけども、まあ結構難しいとこではあるよね。水は剣にも鎧にもなる。だが速攻デッキで私に勝とうなど甘えてるんだよ。無駄なあがきをするだけ時間の無駄なんだよ。アクアサーファーを生贄に捧げ、無限にお前のドローソースの次元を与えてやろうではないか。まーずは1枚ペーン。さらに我から逃れることはできない。まあ永久的に自分がその主体的に、まあ、殴ることができるっていうのが、まあ、この構築の面白いところだね。まーずは7枚目。無駄な抵抗するな。おまあ、クルトを戻すよね。おー、なんかクルトは1コストのカードなんだ。私はいつでもクルトを出すことができる。まあ、ポレゴンと違うところっていうのは手札に戻らないとかこう制約がないと、要はその1コストでクリーチャーを出しながら、デメリットなしで出せるっていうのが強いよね。結構1コストのカードっていうのは、まあスナイプモスキート、しっかりね。ふざかしいな。氷の世界へようこそ。まあ、ダイヤモンドブリザードは新環境でも強いからね。妖精たちを集まりなさい。無駄な、おお、手札が10枚、えぐいな。さすがダイヤモンドブリザードやね。だがこの局面返せるか。お前にこの局面を変えることができるか。レッツプリズムプーン。まずは1枚目。冒険の始まりでプーン。無駄な抵抗なんだよ、そんなものは。我から逃れることはできない。貴様に全てを教えてやろうぜ。まあどちらにせよダイヤモンドブリザーがこう、おー、怖い。ダリ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 ダ。まずは1枚目。まあ、こいつらどうせ取れないので、まあ、だからクイーンメイドが上から取れるっていうのはあるんやけど、まあこいつ取っとくか。まずは1枚目。まずは1枚目。妖精にさなかだが与えはしないぞ。私は神だ。まずは1枚目。ヘルニア召喚。我から逃れる術はない。さらに1枚シールドブレイク。ブーン。さあ、ここでシールド取りが来るかどうかやね。さあ、赤サーバーとか来るとまあ怖いからね。運命の時は来た。私の勝利の一歩の足かせになるのだ。足渦になるのだ。渦巻きが。さあ、これでまあ2面展開を取らない。なまあダイヤモンドブリザードの速攻って結構早めの構築なんだけど、それに勝てるっていうのが今回のやっぱ見どころやったんじゃないかな。